マンデージャポン。今回の趣旨なんですけども、はい、一度市東京の市議選に出られるという、ね、こともあり、はい、我々創価学会に着目しているテーマがあってですね、はい、まあ、統一教会の問題もきっかけとしてはあるんですけれども、はいはい、やっぱ政治と宗教を、はい、っていうところが、まあ、いろいろ問題になっているという中 で、はい、で、まあ、永井さんに関して言えばその中で、はい、経験もされてきて、はい、で今回市議選に出られるということで、はい、まさにその政治の当事者、うん、選挙の当事者になっていらっしゃる方で、うん、学会の内側の視点も外側の視点も持っている方っていうのは、うん、まあ、ほとんどいらっしゃらないというか、うん、なんか言われてみればそうなんですよね。永井さんぐらいじゃないかっていうふうに思っておりまして、なんかレアキャラを張ってるというかね、まあ、そこの検索に引っかかるのも確かにね、まあ、まだ他にもいるんでしょうけどね、ある程度有名になってくるとちょっと少ないよっていう。そうなんです、本当にもちろん内側に行けばその政治をやってる方がいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、その一歩引かれたところで、はい、で実際に自分が経験してみて、はい、組織の中で行われたことがどう見えるのかっていうところも含めてですね、はいはい、自身経験されてきたところも含めて、その創価学会における、まあ、政治と宗教の距離感みたいなところについてちょっとまとめさせていただきたいなというふうに思っております。はい、わかりました。一応掲載は一応ちょっと先になるんですけれども、11月頃を予定しておりますので、わかりました。はい、またその際に原稿を確認していただいたりという形で、はい、調整させていただければと思いますので、はいはい、では早速、よろしくお願いいたします。で、まあ、そもそも永井さんも宗教2世になる、うん、そうですね、宗教2世です。プライベートも書かれてたとおり、物心ついた時にはっていう感じ。そうですね、なんとなく公開言われている宗教2世も生まれながらに、はい、環境がね、そこの宗教儀式とかを普通にやったり、はい、あとそこのいわゆる信徒、信者が割と普通に家を出入りするっていうことがごくごく普通の光景。だからやっぱり今考えると、なんとかな、ちょっとそう、まあ、店舗型家屋ってあるじゃないですか、はいはいはい、うん、それがなんか道場付き家屋みたいな感じですね、不動産的に言うと。家に道場があるような、うん、まあ、まあ、実際は集会所っていうことなんですけど、なんというか今考えると、その今の創価学会よりも圧倒的に皆さん若い、まあ、20代から40代ぐらいがボリュームゾーンだったのでね、当時はまだ、当時は、はい、まあ、もちろんもっと年配の方いらっしゃるんですけど、はい、まあ、日本全体が若かったっていうのもあるんですけど、創価学会もやっぱり若かったんで、本当にもう働き盛りの方が、仕事帰りとか、まあ、家事を終えて夜に集まって、それで、まあ、ちょっとね、今ほどコンプライアンスは厳しくなかったから、まあ、家の中で、いわゆるお題目っていうのをやっぱり、はい、まあ、最大収容35人ぐらい入るところだったんですよ。3階建てで、3階がもうぶち抜きだったんですけど、もう20畳ぐらいのところで、だからもう、まあ、要は集会場というか、創価の道場みたいな雰囲気のところだったので、だからそこでお題目を唱えるとか、まあ合唱とか言うんですけど、やっぱり、まあ、3階だから一番、まあ、その3階だから最上階ではあるんですけど、非常にこう、そのそこは江戸街道っていう、はい、まあ、1車線1車線の計2車線の国道と、はい、で裏側が普通のなんていうかな、住民が使うような道のこのところに挟まれてはいたんですが、普通に道歩いてる人はやっぱりだいたい6時半頃から8時半ぐらいまでの間に何かお題目が聞こえるという、もう外にも聞こえるぐらいの、まあやっぱり、人数にもよるんですけど、あと、まあ若いんで、あとコンプライアンスもあんまりうまくなかったから、多分奇妙なね、合唱というか、まあ、今日
度胸が、度胸が、はい、その雑誌村山市ではだからまあ宗教ハウスとは言われてたんじゃないですかね。その南妙ハウスとか南妙の館とか草加の集会場とか、まあ、ありとあらゆる俗称がついてたであろう家に住んでました。でそれで3階がまあ一番でっかいところで、はい、2階もまあ半分ぐらいなので12畳ぐらいかな、そこの12畳ぐらいあるところも使ってましたんで。あ、そうなんですか、はい、そしたらもう家はもう半分その本当に教会みたいな役割を、そうですね、近所の方たちが集まれるように、はい、武蔵村山の全域が集まれ、ちょうどまだね武蔵村山が、はい、にあれがなかったんですよね。会館がしっかりなかったっていうのもあって、あとあってもちょっと遠かったりすると、まあ長い手でやるかみたいな話で、でうちの親父はまあちょっとそうやってこうもう学会ハウスにするぞって言ってるような人なんで、俺が道場主だみたいな、長い感情みたいなところがちょっとあったんで。当時お父さんは市議を、いや、その時一番最初の頃は政教新聞の販売店の店主だったんですよ。あ、なるほど。はい、まあでもまあ草加ですね。はい、で政教新聞の販売の店主っていうのは、はい、言ってみれば草加学会の活動をやれよと、もう草加学会の活動がまあ朝とかその、はい、新聞配るっていうのはまあどうしてもそこは仕事になるんですけど、うん、下手したらその朝仕事新聞配ったらそこまで仕事がなかったりするんですよ。なるほど、はい、夕刊がないから、うん、あ、そうかそうか、で折り込みもないですし、だからまあ要は裏テーマとしては、なるほど、販売店主やるってことはまあほとんどそれ以外は創価学会の活動および選挙の活動に、まあ準公務員みたいな感じです。準なんていうのかな、創価公務員みたいな感じです。じゃあもう新聞配達が終わった後の仕事っていうのは基本的にその学会の活動に捧げていくっていうような形で、まあ、もちろんそのいろいろその集金をするだとか、新聞のその部数が変わる変わらないっていうことだから、まあ、いわゆる販売店っていう、まあ、どこも全国紙が販売店ってありますよね、はい、っていうような仕事内容と被るところもあるんだけど、私が見た感じではじゃあ読売新聞、朝日新聞、毎日新聞とかあるところのやってるものの3分の1、4分の1ぐらいの、まあ労力だったかなっていう気がします。はい、だからなんせ朝だけなので、その後はもう昼からはって、なんなら朝からもうずっと、まあ、そうですよね、はい、創価の活動でありとあらゆる活動をやっているっていう感じですね。これ永井さんはだからもう物心ついた頃には、まあ、一般の社会というよりも基本的にもう創価の集団の中で育ってきたっていう形になるわけ。そこの同情化してしたのが、私が小学校2年かな、2年ぐらいの時だったので、まあ、それまでは一応普通の家だったんですけど、創価の館になってからはまあ本当に、周りに何て言うんですかね、不特定、まあ、不特定ではないんですけど、特定宗教の多数の方々が入り混じるというような感じで、それが、まあ、現在ではもう全然やってないんですけど、はい、要は創価学会で文化祭っていうのをやってたんですね。ほうほうほう。これ調べれば出てくるんですけど、はい、まあ、今ではあんまりこう歴史、創価学会の歴史ではあんまり取り上げなくなっちゃったんですけど、簡単に言うと北朝鮮が、はい、まあ、将軍様を慢性とするときに、人文字作ったり、いろんな女の人を踊ったりとか、ああいう、まあ、集団演舞とかね、ああいうものを、まあ、本当に、やっぱりちょこちょこやってたんですよ。で、武蔵村山ってとこなんで、はい、西武球場がちょっと近いんですよ。はいはいはい、だから、その西武
の球場を借り切って、うん、やるときなんかは、まあ、うちの家がちょっと中継地点にもなったりするので、うん、もうそうなると朝から武蔵村山以外のなんか全身タイツ着たようないい若者がですね、うんうんうん、出入りしたり、なるほど、あと要はひらひらのだからもう、まあ、仮装大賞の楽屋みたいな、ね、感じになっているっていう。ただ私は子供なりには意外にそれが楽しかったりもしたんですけど、あ、そうですよね、はい、であとは選挙の時になるとははもうやっぱりそこが中継地点というかになるので、特に昔なんかはあれ8時って決まりがちょっとどうだったかな、ちょっと緩かったんじゃないかな、まあ、そうですよね、向こう側に比べると。そうなんですよ、だから夜中までやれちゃったんですよね。だからそれで家の中でね、昔は携帯電話がなかったじゃないですか、いわゆる公衆電話なので、はい、で3階は公衆電話を入れてましたね。あ、家の中に、家の中にピンクの電話を入れて、10円で話せるやつ、ダイヤルのやつですけど、